また戦国武将の 3D モデルを作ったの？今度は誰だろう？今年生誕450年を記念して制作？もう11月も後半なのに取ってつけたような理由で、誰なの？あ、浮田秀家か。浮田秀家ってイケメンだよね。そして気立てがいい感じ。極悪大名の親父とは全然違う。好感度イケメンのイメージがうまく再現されているかな。あ、それっぽい感じはする。こんな感じだから秀吉に重用されたのかな。今年生誕450年だから1572年生まれ。同年生まれには出雲のお国がいるんだ。だけどお国が歌舞伎踊りを始めたのは慶長8年ということだから、秀家がお国の歌舞伎踊りを見る機会はなかったんだ。不思議なのは関ヶ原で敗れた秀家が逃走した時、島津家が取り立てて縁もない秀家をかくまったこと。正義軍の有力者をかくまったらやばいでしょ。そこはやっぱりなんとなく感じがいいからついかくまったのかな。結局慶長8年に徳川方に引き渡され久能山で蟄居。慶長11年には八丈島に流されるけど、家康が命だけは助けたのも悪いやつでもない感じだしってことだったのかな。ウィキによると元和2年に赦免され、当時の加賀藩主の前田利常、つまり妻郷姫の弟から10万石を分与するから大名に復帰しないかと誘われた。10万石ってすごいよね。だけど秀家は誘いを断り八丈島に留まった。とも伝わるテリキペディアに書いてあるね。本当ならもったいない話だね。元和2年なら郷姫も健在だったのに。もう一つ、これもウィキペディアで見かけた話なんだけど、秀家は関ヶ原合戦で敗れ逃走中に落ち武者狩りにあったけど、秀家を狙った矢野五右衛門は秀家の陣形に打たれて逆に秀家をかくまい、さらには秀家を従業人に変装させ大阪の前田家の屋敷まで連れて行き郷姫に会わせてあげたというんだ。明智光秀なら速攻でぶっ殺されるところだけど、秀家は40日もかくまってもらって奥さんにまで会わせてもらった。人を引きつけ尽くさせずには犯せない、不思議な魅力があったんだろうね。今の話の出典が岡山の町内解放というところが少し気になるけど、息を呼んでると秀家のことに限らず驚くような話がたくさん書いてあってみきみきしちゃうね。その後も八丈島で過ごした秀家は84歳まで長生きし、一緒に島に流された子供たちの子孫が健在ということです。秀家の血は今も引き継がれているんだね。そして秀家の墓は郷姫の菩提寺、金沢市の大蓮寺にあるそうです。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。